あいよ。やりますぜ。はい。読んだことにしましょう。はい。もう法隆寺じゃない。本能寺はもういいだろう。西洋人じゃない。神でもない。願いを聞いてあげない。雨なんか降らせることはできません。ダメか。いえ。格好だけうなってみてください。は？空が曇り出し、嵐のように雨が降り出しました。やはり神であったか。外が騒がしい。見ない。農民たちの踊り狂っている声でした。おう。この年は豊作となり、だそうです。グルメになれるか。食べ物の支配する歴史。朝鮮漬けの魅力に取りつかれた秀吉がいます。日本の食べ物は最高だと思うか。いえ。やはりうまいものは外国にあるぞ。うまいものを取りに外国へ行くぞ。賛成。思い込んだだけで成功しちゃうんだ。うん。出た、お雑煮。味噌とすましのどちらかうまいか。すましが最高だと思うだろう。いいえ。味噌がうまいと思うだろう。いいえ。どちらもまずいというのか。どちらも美味しい。庶民はお雑煮に関心がなく。うん。そうね。ああ。で、カステラか。おう。カステラは美味しい。美味しいから独り占めしたい。ダメ。みんなに分けてあげるべき。西洋のものは売れる。いえ。売ってみなければわからない。一人でカステラを食べ、その後肥満に苦しんだということです。はあ。待て。よし。うむ。うん。みかん。紀州のみかんを知っているか。なんでしょんぼりしてんの。知らねえよ。お前は関西の人か。いいえ。青森のリンゴ、仕入らない。みかんを江戸へ運ぶ。はい。嵐が来ても行くがいいな。それはダメだ。安全な範囲で商売を続け、お金をコツコツ貯金し、その後大金持ちになりました。よっしゃ。あいよ。大好きな米がないので怒っています。米が最高の食べ物だと思うか。はい。世界で一番うまい。庶民たちの心はこもっている。はい。和歌の米を取りに行くぞ。大塩は取ってきた米を一生食べ続けたそうです。あっそう。裏が、ペリーがパンを持ってきました。パンって知ってるか。はい。ペリーが持ってきたんだが、お前はうまいと思ったか。パン美味しい。うん、食べさせろ。
大量生産に踏み切ろうか。はい。幕府はパンにより大いに利益を得ました。なんじゃそりゃ。ほい、池田屋。ちっちゃいな。食べ物の恨みは怖い。それでも料理が少ないと腹が立つ。そんなんで怒ってちゃダメだよ。私は差別を許さない。いや、食いしん坊だと思うか。別に。腹が減ったら戦はできない。戦うぞ。まあいいんじゃない。食べ物のために戦うのはバカだと思うか。もう好きにしろ。食べ物の恨みは強く、老子を倒した後、近藤はまた何か食べていました。なんだ、最高丼。おう。そんな悩みか。いいね。さつまいもは日本で一番うまい。焼き芋は最高だ。天ぷらもね、いいですね。うどん、あの甘さが最高だと思うだろう。はい。日本中をさつまいもの虜にできる。大金持ちになったとさ。伊藤、初めて食べた中華料理は広文を虜にしました。日本の食べ物は好きか。はい。秦国の食べ物は好きか。はい。お前にとってどっちでもいいことか。そんなことないっすよ、首相。日本の食べ物は世界一だと思うか。そう、お、どうした、何してんだ。食べ物は秦国が一番か。ラーメン。この質問内でも広文の心は中華一色。言ってしまいました。ああ。いい。さあ、登場。ハワイについての美味しい話。はい。日本の果物は好きか。別に。果物は外国だと思うか。の。果物は嫌いか。はい。バカにはしてないっす。撃たれちゃうから。ハワイと話し合い、果物の取引をすることになりました。ハワイ大好きだな。さて、フード。バッドエンドじゃん。では今回もこの変な曲を聴きながらお別れです。あ、そう。